さあ戻ってきて。かわいいな。まあ一旦最初に戻りましょうか。予定と違ったんで。戻りましたら2万5000もあるのでレベルアップしましょうか。筋力を28に。せっかく戻ってきたのでコルニクスに呪術書を渡しましょう。ではカーサスの呪術書を渡す。では呪術書を渡すことでね、カーサスのこの魔術、この辺りが使えるようになりますので、カーサスの宝貨、これをね買っておいてください。さあこの段階ではね、カーサスの宝貨結構ね、貴重な火力アップ呪術となりますので買っておきましょう。ではもう一度ね、先ほどつけたばっかりのかがり火、捨てられた地下墓からリスポン。はい、ではリスポーンしたら後ろに行っていただいて、さあ上に行っていただきます。でこちらのアイテム、このアイテムをまず取る。でこのアイテムを取ることによって、この辺の骸骨が全員起動しますので、さあどん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 引き連れてください。どん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 引き連れて、どん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 引き連れたら、このデーモンの後ろ側、さあバーッと通っていって、先ほどね降りてきたね、この崖側に移動しましょう。さあこうすることによって、さあもうデーモンね、何してるか分かりますか？あれ、骸骨と戦い始めるんですよ。さああとは感染するだけ、しばらく感染しておきましょう。今回はデーモンの圧勝だな。ということで、さらにもう一段階。さあ、このデーモンの火炎放射、デーモンの火炎放射を避けつつ、避けつつ、避けつつ、さあ、こちらに行っていただいて、さあ、ここの宝箱、実はミミックなので、当てていただきましょう。で、そうすると、ミミックとね、デーモンが戦い始めますので、ちょっとこの辺で待機。もうミミックめっちゃいてる、ミミックめっちゃいてる。デーモンはね、ああやって嫌われてるんで、みんなからもうバコバコ殴られるんですね。さあ倒してくれました、ミミックウィン。さあそうするとミミックね、可愛いことにね、こうやってね元の場所に戻ってこようとするので、ちょっとここら辺で待機。さあ戻ってきて、かわいいな。さあミミックからはね、黒刀と呼ばれる、刀が手に入りますので、あと倒していきましょうか。さあ節狩りのゴフを使って寝させて R1 連打で倒しきると。さあ黒刀、さあでは最初のね、かがり火のところ戻りましょうか。さあでは最初のかがり火の場所に戻ってきましたら、重厚論争と、まあ魔術師の杖はどっちでもいいんですが、この騎士狩りの指輪ね、これをねセットしておくことをお勧めします。さらにアイテムには黄金末裔ですね。では先に進みましょうか。さあこの穴を進んでいくと、さあくすぶりの湖、ここにね出ます。でここはね、なんとね、もう何を言ってるかわからないと思うんですが、超巨大サイズの、ね、クロスボウ。見えますかね、あれ。あれからこうやって、うわー、来た！撃たれることになるので、よし。2発撃たせたら走る。これが結構原則になってますね。で、大かけらを拾って、大かけらを拾って、で、また撃たせる。3連式なんでね。あ、ちゃ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 。よし、OK。で、先にまた進んでいって、目の前のここ、よし、回復。で、そうすると右側にね穴がありますので、あそこに進んでいきましょう。さあではこの穴に入っていくと、まずトカゲちゃん1匹、さあダッシュ R2 でひっくり返して R2 で倒していくと。さあこっちは光るくさび石なんですが、さあ奥のあの子ね、あの子結構
大事なものを落とすので、ロックオンしてダッシュして近づいて R2 でひっくり返して R2 をためて、さあこの先です。まあ、なんとね、ホレイス彼がね敵対してドスンと待ってますので、さあこのようにねちょっと準備してまいりました。彼ねそこそこ強いんですが、ローリングがドスンですので、さあ薬砲を使って殴り出す。あーいけ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 。でこれでなぜ薬砲を使ってるかというと、彼ね物理ダメージカット率えげつない高いんですよ。危ない。で両手持ちしてるときは極力戦わない方がいいです。あ、橋が挟み込まれた。うまいな。よし、さあ殴ってスタミナを回復。ほら95ですよ、一発殴ったのに。うい、1、2、3、これで騎士狩りのゴフのおかげで盾が弾けるので致命が取れると。さあ完璧でしたね。彼の倒し方は極力ね、両手持ちに付き合わずに殴るのが一番いいと思います。さあではリンドの盾、これが小盾の中で僕は個人的に最強だと思ってます。台掛け、台掛け、あれあれ、あ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 、キムシの概念。よし、これだけ取ったら戻りましょうか。青石、青石、あった。青石に変えておくのがいいと思います。さあではね、クロスボウ地帯ここに戻ってきましたら、まずは目の前のこの木、この木にねまずは移動する。よし。でカニがたくさんいるんですが、ここのカニはねなんか倒してもあんまりうまみがないので一旦スルーで、次はこの木一発で、二発走り出して、で三発目はジャンプでかわせます。で次このねよくわかんないこの石畳みたいなところがあるので、ここでちょっと待つ。で一発目を打たせたら出してジャンプして逃げる。でこうするとね床が抜けますので、ここが後々使えるところになります。で3発目が聞こえたら後ろ側に逃げて、この石壁のところに隠れると。よし、では次はこの後ろの石壁の後ろの木の裏、ここに隠れる。一発、二発、三発で、そうなったら次は一発目をここに打たせましょう。この辺、一発目をこの辺に、ほっ、よし。さあこれでマダラ宝石、全属性をねちょっと上げる。あ、これ当たる、やっぱり。ふう。さあでこのワームが出てきたらワームの方向に逃げましょう。ここまで取ったらこちら側に逃げていく。でこの逃げていくときはね、攻撃にあんまり当たりません、あの矢に。さあこのワームなんですが、硬いし強いので有名、あ、ちゃちゃちゃ、有名なんですが、よいしょ、一応ね隠れる場所がきちっとありますので、ここに隠れます。でここに隠れたら、よいしょ、このようにねワームにね大きいクロスボウ3連発が当たってくれるので、ここでしばらく待つ。さてと、これでワームを倒して不死の遺骨などなどを取りましたので、よいしょ、あ、痛い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 、3発目やっぱ当たるな。よし、さあここまで来ましたら一旦この坂道を登っていただいて、ここのアイテムを取ると。大かけらで左手側のこの通路の中に入っていただいて、よいしょ、さあボンファイレット。さああとはね、さっきの湖に残ってるアイテム回収しに行きましょうか。とりあえず全回復して隠密でペロンと降りて、まずはこの手前の渇望の盾、ソウルの取得量が上がります。さあ3発目はジャーン、これで回避できる。
よし、台掛け。で、また戻りましょう。すぐ戻る。さあ、3発目は、じゃーん。あ、全然。ちょっと遅すぎた。さあ、右の木に行って、じゃーん。OK。で、3発目の音が聞こえる前に走り出して、よし、台掛けだ。やばい、1発目来る。ジャンプ。ローリング。OK。さあ、ではここまで戻ったら最終に戻りましょうか。はい、最終場に戻りましたら、まずはレベルアップ、筋力を29に。さあ、それではアンドレイのところに来まして、重厚なロングソードプラス5をプラス6に、そしてイリシーリの初見プラス2をプラス3に、ヌストの担当プラス3をプラス4に強化します。いいことをくべましょう。さあ、これでエストビンはプラス4になりましたね。さらにね、骸骨玉から出てきた遺骨がありますので、これもくべて、さあ、エストビンはプラス5になりました。いいですね、だいぶ強化された。さあ、それではね、転送です。カーサスの地下墓、こちらにね、湧いてね、カーサスの地下墓のボスを倒しに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、先ほどと同じ要領ですね。ボスの部屋の前まで行きましょうか。さあ、落ちていくと。さあ、この先がこのカーサスの地下墓のボス、ウォルニールの居場所となっております。それでは装備を紹介していきます。まずは重厚なロングソードプラス6ですね。もう筋力に振ってるおかげで結構な火力になってます。で、双眸の盾、これはスタミナ回復速度を上げている。で、騎士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 、そしてロイドの剣と、これはまだら宝石ですね。湖で拾ったもの、炎、雷、魔力、闇のカット率を上げています。あとはいつものやつ、これだけです。さあ、ウォルニール、まあどちらかというとね、イベントボス的な要素が高いので、これだけで十分です。では行きましょう。ここに近づくと杯に触れるというものがありますので、まるで触れましょう。ドクロの杯、これに触れようとすると、さあ、中から深淵の闇、いや霧なのか、これが広がる。そして我々はこの闇に飲み込まれていくと。ファさあ、ではここのウォルニールのボス戦のエリアに行っていただいたら、目の前のアイテムではなく、ちょっと右側に進んでいただく。ちょっと右側に進んでいくと、ちょっとね、この手のようなものが見えますので、ここに近づいて1、2、さあ2回で破壊で、一気に左手に近づく。で、まずは1回殴るで、2回、3回、さあ4回、あ、4回が届かない、4回が届かない。さあ、ですが、このもう1丁、あ、ちょ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 、もう1丁、 OK。 これで左手を破壊しきる。で、スタミナを回復に行って、1回が間に合わない。あ、ちょっとこれは痛いですね。デスピラが。234。OK。さあ、パオウォルニールはこれだけで倒せますと。では、アイテムを取っておいて、終了です。ふわー。やつが死因に飲まれていく。そして、この杯の中に闇はすべて帰っていくと。このエフェクトだけ妙にダサいよな。黙々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 。
奥の扉が開かれる。さあ封印は解かれたわけですね。ボンファイアレット。さあ覇王ウォルニール戦ですが、左手に2個、右手に1個ついている腕輪を壊せばウォルニールに大ダメージを与えることができます。それぞれの腕輪ね、この状態ならね R1 を4発でそれぞれ確実に壊せますので、まあ、焦らずに叩けば OK と。それだけのボスです。それでは今日はボスを倒したのはここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。良い子は寝る時間、おやすみなさい。お疲れ様でした。バイバーイ。